いやー、久しぶりだな。私は2ヶ月ぶりにメイン PC を立ち上げ、そう一人言葉をこぼす。YouTube では週1投稿を欠かさず続けていたものの、リアルの私自身はそもそもネットからほぼ断絶された状態でこの2ヶ月を過ごしてきた。登録者、減ってないといいな。そうつぶやきながら2ヶ月ぶりの YouTube スタジオを開いていると、後ろからノックの音が聞こえてくる。あ、スタジオ開いてる。返事は待たずに入ってくるのね。言わますなら許してくれるかなって。それで私が着替えてたりしたらどうしてくれんの。じゃあ変態って叫ぶ。なんで小笠が叫ぶのさ。なんでもいいじゃない。それより登録者増えてた。ああ、微増って感じ。やっぱり週1投稿だとこんなもんだよね。週2以上の投稿しないとなかなか増えないもんね。でも今の状況だとそれは辛いのよね。そうなんだよね。そもそも2ヶ月も活動休止に追い込まれるほど忙しくなるなんて想定外だったし、気づいた時には報告動画作る余裕すら消えてたからね。視聴者さんきっと怒ってるわよ。どう報告するつもりなのよ。ま、どうせみんな気づいてないって。忙しくなるのは想定内だったからストックで乗り切ったわけだし、予約投稿してた動画の概要欄にはちゃんと休止してますって書いといたし。そういうとこだけは妙に準備がいいのよね。で、そこで予定外が起こるまでがテンプレなわけだけど。まさかそんなわけないって。コメントなんて大体うちじゃ最新の動画にしかつかないもんだし。まあそれはそうだけどさ。そうして、私はコメント欄を確認する。あのさ、早速最新じゃない動画にコメントついてるんだけど。いやいやいや、ちょっと待って、なんでそうなる。めっちゃびっくりなんですけど。なんでも何もコメント来てるんだもん。返信しなさいよ。そう言われてコメントに目を通すと、そこには USI ライフサポートについて解説してほしい。だってさ、ビワマス史上初の KSP 企画リクエストだね。よかったじゃない。いや、タイミング最悪。なんでよりにもよって休止期間なのさ。うわ、しかもこのコメント私が休止し始めてすぐじゃん。ごめんなさい、めっちゃごめんなさい。2ヶ月弱も放置しちゃってるわね。今すぐ謝罪しなきゃ。でもライフサポートって単体だと生命維持追加と動画制作コストバク伸びぐらいしか言うことないから、企画としては却下せざるを得ないわよ。いや、放置しといて結果却下とか鬼じゃん。じゃあどうすんのよ。それはこっちで考えてコメント返信しとく。いい機会だから他のリクエストもどしどし送ってもらえるように書いといてよ。了解。てか他にもコメント来てるし、それについてもコメント返ししておくか。こっちは幸い数日前の送信ね。でも返信遅れてごめんなさい。で、先方からの返事が来てないわけだが、ようやく休止期間中に更新されたお気に入り配信者の動画を見終えた私に、もう一人の動画パートナー、マリサが声をかけてくる。この企画リクエストの告知、どうする？そうだな。そろそろ動いた方がいいよね。久しぶりに私たちも収録に参加できるのね。いや、まあ最近は私一人で収録することめったになくなってるけどね。で、告知動画どうする？茶番劇久々に見たら作りたくなってきたし、茶番劇形式で。いいかもね。茶番劇だとあんた日常系だけ妙に得意だし、復帰一発目の動画編集にはもってこいね。だが永遠を生きるものシリーズもちゃんと編集しろよ。このチャンネルではそれなりに伸びてる方なんだからな。あー、一応考えてはいるけど忙しい中作るのは限度が。やれ。はひー。そうだ、あの休止期間中のコメント、告知動画早めに作った方がいいよね。話そらしたわね。でもどうせやらないといけないし始めましょうか。そうして私たちは収録の準備をして、そして。はい、どうも皆さんこんにちは、こんばんは、コメントマスタービワマスです。なおコメント書くのは苦手な模様、マリサと。コメント2ヶ月も放置するなんて何してんの、小笠だよ。ほんとごめんなさい、それには海よりも高く山よりも深い事情ってやつがありまして、海抜0メートルかな。それでまあ緊急で動画を回すことにしたんです。私のツッコミは無視ですか。そうですか。そうして収録は順調に進んでゆく。次は企画の趣旨説明ね。この背景張り替える作業も久々だよな。だねー。まあ、そんなわけで USI ライフサポート単体の解説動画ってのは厳しいわけです。系外惑星探査計画のデータ引っ張り出すの、かなりの労力なんですよ。引っ張り出そうとしたらマウスがカクカクになるんじゃさすがにしんどいか。でもせっかく大手を振って解説動画作れる口実ができたんだしさ、いい感じの解説動画とか作れないわけ。大丈夫、考えてきましたよ。ビワマスの発案とか不安すぎるんだが。いや、私の信頼低すぎない。そして背景をまた張り替えて、動画は続く。多分聞きたいのは MKS とかエクストラプラネタリーローンチパッドとか、USI 系列モッドかなって思ったわけです。あの辺微妙に難易度高いのに解説英語しかなかったりするからな。英語域にすら情報載ってないインターステラーに比べたらマシじゃないの。いや、まあマシだけど私もウルフとか使い方わかってないよ。ほら、動画作りながら調べたらなんとかなるって。ま、わかる範囲で動画作ることにしますか。どうせこいつのことだから更新遅いだろうし、気長に待っといてくれ。失踪するんじゃないわよ。
二人ともお疲れー。お疲れー。お疲れさんって、あれのどこが茶番劇だったんだ。うん、台本書いたら思ったより茶番劇じゃなかったよね。ビワマスらしい回答だな。いつも行き当たりばったりの編集してるもんね。それでも久しぶりにこれだって感じの茶番劇になって嬉しかったりするんだよね。さっきと言ってること矛盾してるが大丈夫か。ま、見てるみんなはわかってるしきっと大丈夫だよ。何それ、妙なこと言うね。まあいいわ。それで私は晩ご飯作ってくるからマリサは洗濯物畳んで、ビワマスは今日の分の動画編集してきてね。はい。はいはい。はいは一回でいいのよ。はいよ。まったくもう、ビワマスときたら。そうして、騒がしい一日は今日も過ぎ去ってゆく。よし、編集するか。私はそう一人つぶやいて、パソコンに向かう。忙しく駆けずり回って、帰ってから動画を見てくつろいで、終日オフの日はのんびり眠って、起きたら動画を作って、そんな、いつも通りの日常の世界に戻ってゆく。数年後の私は、この生活を続けられているのだろうか。それとも、さらに追い込まれているのだろうか。まあ、いずれにしても私がやることは一つだけだ。私は、私が作りたい動画を作る。たった、それだけのこと。最後まで見てくれた視聴者のみんな、これからもビワマスをよろしくお願いします。